はい、それではチャイコフスキー交響曲第4番第4楽章4回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、249小節目から残り全部までの解説とさせていただきます。はい、まず最初のこの249小節目、まず、最後の、関門と言われる部分なんですけれども、まず最初の、フレーズはもう、第4ポジションからスタートしまして、まあ、ここまで取りますね。で、そしてその次の16分音符を連続する、250小節目なんですけれども、まず最初の1拍目の、せー、あ、せー出てくるんですけど、ここを必ず第3ポジションで同じポジションで取ってください。こうなりますね。で、その後は、で、Dから今第4ポジションに移っていただきまして、2拍目の頭の A を4で取ります。ゲーセンを使って降りていただくだけになりますね。という形になりますね。そして、その次253小節目、ここはまた、一段と難しくなるんですけれども、ここはまず、一番上の R を、第7ポジションで、3の指で取ります。そしてその次の F を第5ポジションに移って4で取ります。ここまでよろしいでしょうか。そしてその次の小節の、1拍目のこの16音符、この ACA、 これをここを同じポジションで取ってください。これは第5ポジションになります。そしてその後の、F を第6ポジションに移りましてというふうに取りますね。で、あとはもう、同じ形になりますね。もう一度、249小節目がありますけれども、って言いますね。そしてその次は、で、まあ、255と、251、これは、共通した形になってます。ここは覚えやすくなると思います。で、ま、こういう、長い16音符のフレーズを練習するときは、一つの、フレーズの塊として捉えることが大切になってきます。決して音を一つ一つ追っかけると、で、いちいち一つ一つ追っかけると、なかなか、覚えにくくなりますので、一つの大きなフレーズとして、捉えると、覚えやすくなりますので、これを実践していただきたいと思います。はい。そして、257小節目からですね、もう、ほぼ、第8ポジションから第2ポジションをかけた、部分になってきます。で、ここはもう問題ないと思いますけれども、ただ、テンポが、早め、今以上に速くなっている場合は、ここは速くなりがちになりますので、ね、そこだけ注意していただきたいと思います。ですね。はい。で、あと、263小節目以降も、ほぼ、まあ、ここも取りやすいポジションになっていきますので、ここも問題ないですね。266小節目からですね、ギスと、チツが出てくるんですけども、ここを必ず一つのポジションで取るようにしてください。まあ、ここですと、まあ、第2、第3の中間ポジションになるんですけれども、で、そこで取ると、その次の、フィス、ハーも同じポジションで取ることができます。で、あとは、まあ、第1ポジションに戻っていただきまして、ですね。はい。で、その次の、上のゲーからってくるんですけれども、ここも、まあ、ゲーセン1本で、取っていただいて、もう、すべてもうゲーセンで降りていただくという形になりますね。はい。この274のこのアスにはもう、普通にもうオーソドックスに、こちらで取っていただいても構いませんし、あるいはもう、デイセンに移っていただいてこちらで取っていただいても構いません。はい。そして、その次の276小節目もここもまた難しいところになるんですけれども、まず、これは最初の F を、デイセンで取るのかで、アーセンでスタートするのかで、これで大きく変わってきますので、これをちょっと説明していきたいと思います。まず、デイセンで取る場合ですね。こちらで取る場合、当然ここはもう、次の跳躍をスムーズにするために、第2ポジションで取ることになります。で、こ
で、で次のアーツェアを第3拍子につきまして、そしてそのままデスを2で取りまして、でその次の小節のデスを今度はあのさっきはゲーセンで取ってましたけど、今度はデーセンで取って、これは第6拍子になりますという形になります。もう一度やりますとという形になります。これが一つ目のパターンです。でもう一つは、アーセンでスタートするパターンなんですけれども、これは、まず、最初のスタートは第4ポジションの2で取ります。で2で取りまして、で、その次の小節の方はもう先ほどと同じ形になりますね、という形になります。はい、この2つのパターンをどちらか選択していただきたいと思います。で親指ポジションが変えるという方はですね、最後のこのこれを、まあ、親指ポジションでまとめて取ってというふうに取る方法もありますけれどもね、これも、まあ、親指ポジションが使えるという方は一回実践していただきたいと思います。はい、それが、2小節から同じ形が続いていきます。で281小節目以降はほぼ問題ない形となりますけれども、テンポ指揮者によってはここでまたさらにテンポを加速していくっていう、指揮者もおりますので、そこは臨機応変に、対応していただいて楽譜にしっかり書き込んでいただきたいと思います。はい、あとはもう、F と C で終わる和音になっていくので、ここも問題ないと思います。で290小節目以降のこの8分音符の頭打ちの連続する部分は、この弓順はもう、思い切ってもう最後はもう、オール、全て、ダウンで弾いていただいて、で最後の、フェルマートのこの全音符の伸ばしもかなり長く伸ばしますので、ここも、返していただいて、結構ですね。はい、ここに問題ないと思います。はい、こんなところで、第4楽章を、まで、終わらせていただきました。ここまでざっと、解説を終わりますけれども、いかがでしたでしょうか。特にこの交響曲第4番は、まあ、第1楽章も含めて、第4楽章まで、ふんだんにそれぞれが、特色のある楽章となっていますので、もう、全楽章をくまなく、練習していただきたいと思います。まだ全編ご覧になっていないという方は再生リストの方から順番にご覧いただきたいと思います。はい、チャイコフスキー交響曲第4番の解説をこれで終了いたします。どうもありがとうございました。